こんにちは、ブルグホッスです。ということでブリリアントな世界へようこそ。続きやっていきましょうか。こいつ夜になったら暴れ散らかすんですけどね。夜も安全ですよって、夜になったらお前急に危険になるんだけどね。はい、ってことで今回はヨスガシティに戻る道すがらってことなんですけど、ヨスターまで戻っていったら、とりあえずなんだっけ、ロスジェネレーションじゃなくてロストタワー、ロストタワーの方を抜けていって、なんかよくわかんないぬきぬきなんだっけ、なんやったっけ。はい、最後まで動画ご視聴ください。急なご挨拶、変な博士のお城でにわかおつ邪魔コロトック。しばらくこの二頭筋のね、ちょっと筋力を上げていかなきゃいけないですからね。筋肥大したら可愛くなくなっちゃうから、筋肥大じゃなく筋力アップの方でいいかなと思ってるんで、とりあえず頑張って飛び跳ねて、でワンターン飛び跳ねてるってすごい跳躍力で、ね、残念当たりませんでした。ということでさあ飛び降りてまいります。一撃必殺チューチューをしていっちまっチュー落ちまい。てててててて、おおメガレベルアップするのがいい。雨の時はさすがに水タイプの技が上がる一方で、このタイプの技は下がっちまうよね。湿った土地ですっごく濁ってなんだか興奮しちゃいますねーって。出た変態博士、なんとご飯食べてる。なんかこういう、まあなんだろうな、この時代だから仕方ないのかな。こういろんなやっぱフォルムのさ、博士とかも欲しかったりするよね。こうなんかあまりこううまくご飯が食べられませんっていう人もいれば、逆にさご飯食べすぎてすごいことになってるんですみたいな。ちなみにね、こう持ってる技が全部ね命中率が微妙なあれがあるんだよね。まあいいや。ということでじゃれつき言いましょうと思ったら、いきなりサイコカッター。サイコカッターってでもあれだよね、攻撃技と物理技だからあんまりダメージはないのかな。そうでもね、こいつさ力持ちっていう特性で攻撃力が倍になるのはいいんだけど、そもそもの攻撃が低いっていうちょっと残念なあれがあるんですよね。だからまだレベル26なんだけど、確か攻撃が30何歩しかなくて、倍にしても60くらいしかないよねっていう話だから、まあ、60の攻撃力だったら大したことねえべやってあれなんだけど、じゃあちょっと待って、ビーダルがダルイダルダルビートダルでビートも2ビートってやつかな。だっちゃっちゃっていうことでさ、雨が降っている、雨降りしきるけど逃げる。そっか、アクアテイルでしばき上げたらちょっと強いのかのはいいんだけど、とりあえずこっちはいけないから、じゃあお二人とイチャイチャラブラブしたいのに、イチャラブたまらんチキショって感じです。そういえば最近さ、京都任天堂京都か、河原町の高志山の何階だったっけな、6階だったか7階だったかにある、ロゼリアまだそっか捕まえられてるんだな。まあ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 いいや、とりあえず逃げましょうか。というところで、なんだけど、そうそうそう、行ってみたらね、その、カービィ、ポケモン、ゼルダの伝説、マリオ、動物のぼり、スプラトゥーンとかって、なんかいろいろそのグッズが目白押しで、なんかもう何もかもが欲しいなっていうくらいさ、もうなんか、それぞれのゲームが好きな人にとってはたまらない世界がこう繰り広げられていくところなんですけど、皆さんなんか知ってますかね、行ったことある方、ね、もしかしたらいるかもしれないかなと思うんですけど、とりあえずじゃあこいつにアクアタイプで、じゃあ葉っぱカッティでやりましょうか。いや、まあいいや、エイパムには別に当たらなくてもいいや。ほったいし。やばい、チョビが。失礼。生理現象だから許して。お花がムズムズ、ミムズムズっていうところです。相手驚かしちゃやだよ、キャー。あー、残念でした。そいつだったらあれだね、普通に。やっぱ遅いかな。よし。で、もう一匹ずつ出てくるよね。レンジャーとエリートトレーナーがあれだよね。やっぱり、こう、それぞれこう強いというか、優秀なポケモンを出してくるっていう感じがするっすよね。ちょちょーん。ちょちょーん。そう。そうね。でね、まあ、行ってみてさ、ぼったいし2連続。まさかの2連続。そう、僕欲しかったのがさ、ムジラの仮面のピンバッジとか、なんかキーホルダーみたいな、ボスの鍵のキーホルダーとかって、ボスの鍵のキーホルダーは普通に打てたんだけど、それ以上にやっぱりね、時のオカリナムジラの仮面ってやってきて、時のオカリナだったんだけど、ピンバッジだったから、ピンバッジはいらないなと思って、で、時のオカリナじゃなくて、ムジラの仮面が欲しいと思ったんだけど、なぜかムジラの仮面だけはなかった。ムジラの仮面だけはなくて、残念ながら買うことができなかったっていうね。だからまあまたいつかね、行く機会があればまあね、リベンジしたいなっていうところなんですけどね。まあそうそう行く機会もなかなかないだろうからな。なんか左の方になんかドリアンがドドリアになっちゃった色みたいな感じのやつが入ったけど。ということで、ん？バッチリっすね、あれか。ヨスカに戻ったらあれか。普通に
5匹目のジムリーダーボコボコにしばけるタイムなのか。けどあれだよね、まあちょっとな、せめてこう二頭筋がレベル30になってから挑まないとちょっときついかもしれない。だってレベルが確か36くらいで出てくるんじゃなかったっけ。うん、でなんかクイズいろいろと出してくるんだけど、あえて不正解を行くことによっていろんなトレーナーとボッコボッコに戦えるっていうのをこうちょっとまあ経験しつつ行った方がいいのかなと思うんだけど、その前にうい、あれ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 、あれ君はフレポケモン屋敷の持ち主なんだって。そうですか。ビシッ。え、ちゃ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 ーちゃちゃちゃ、あ、全然いらんわ、全然、あ、あそこの、あれだね、マダムと老人ちゃんは、こっち、あ、同時にこっちを向いてくれるとかないのかな。ねえ、仲悪いのかな。あたた、目と目が合う瞬間、好き。よろしければ私とポケモン勝負してください。若いトレーナーさん初めてで、ね、何若いトレーナーさんとその年になってまでポケットモンスターでポケポケしちゃうってか、いいですね。吉野となんてストムストムサダミツか、全然なんでストムだ、全然関係ねえ。あ、出た。あいつ捕まえるのなかなかまずいんだよね。イアーゴ、うん、アラビアナーアラビアンデイ、魂の溶けそうな、噛みついちゃう。オッケー、さよなら。ヒューマン、あ、ヒューマンといって、まあ、女性のあそこについて、肉マンとあのピザマンの類ですね。いやー、もともと低い攻撃力がさらに下げられていく。パーパーパー、落ち着いてられるか、じゃれついてやろうじゃねえか、キャッキャイチャイチャ。ちなみにここのさ館に関してはどうなんだろう、なんかあるのかな、その珍しいポケモンがいますせっていうのは知ってるんだけど、でも大していなかった気がするんだよね。あー、ちょっと可愛くなかった、今のちょっと可愛くなかった。お金全然可愛くないくらいくれたけど、ありがとうございます。黄金のみー。あ、海竜がいる。警備員多すぎるやろ。あ、そりゃそっか、金持ちだもんね。ハバン、あー、そっか、なんかあれだ、もらったんだ。ちょっと裏の方で進めてたあれがあったから、で、1日1個確かね、なんだっけ、あの、ミラモシティで、うん、あの、あれですよ、AV 女優の名前じゃないですよ。今、何の実を取った、7したっけ、あ、氷ね、じゃあ、氷の実を使うのは、あそこでやらなきゃいけないですね。あと、なんか、7つ目のバッジのザクロシティ、全然違うんだけど、こっちじゃあ、ちょっと相手にしましょう。これは普通に戦う、ああ、普通にトレーナーだったですね。さあ、参りますわよ。なるほど。この二人の30年後が、左見たあの、マダムと、ミスターになるわけだ。お坊ちゃまのユースケ。はい。あれ。いやー、やばいっすね。威嚇。あ、臭いんだろうな。まあそんなくだらないこと言ってないで、じゃあとりあえず、しばきましょう。で、噛みつくは、こいつに効果ありか。オッケー。あー、でもどうだろう。レベル19のルクシオとかだったら、なんかこっちの方が遅そうな気がする。ルクシオに電撃ビリビリ、雨あられってやられそうな気がするんだよな。ちなみに電気タイプは、どう、ああ、早かった、ちょっと。その、雨乞いの時に威力が上がったりするもんなんですかね。その辺は、ちょっとあんまりそういう補助的な技をあんまり使わないところで。プリン？なんて強いのかしら？さあ、じゃあ、貴様らにここで公開フフフをしてもらおうじゃないか。負けたわ。ああ、やっぱりまだあれだね。まだまだあの、貯蓄額が少ないのか、あれですね。あの、くれるお金の金額も少ないっていうところでございますね。ということで、海竜がたくさんいるんだけど、こっちのポケモン自慢、お邪魔します。で、何？いやいや、よく来た。わしの豪邸にようこそ。わしの島はなんて言っても素敵な裏にあじゃ、この裏にはポケモン集まり放題じゃ、歩いても無本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 。はいはいはい。で、なんかさ、なんかこう何かいるみたいな。いない。ね、人ん家からもう、ブリッと盗んでいく。完全にはい、すいません。眺めるだけなんですね。でもさ、なんか外に出ている銅像とあんまり大して変わらない気がするんだけど。で、左側にルビーとサファイアがいたね。こちらの方は行けませんっていうね。そうか、なるほどな。居住区というよりは、ここはあれなんかこう、人にいろいろと見せびらかすぜ的なポジションってことですね。あ、寝れるのかな、これ。ビューティフォーエスカーウェイで何休憩してんの？個人的に休憩中です。じゃあ、私もここで休憩
あれできない、うん、休憩することが、いやけど直し、え、あれかな、おちんちんが焼けただれるほど激しくピストンした結果なのかもしれないですね。おお、ありがとう、安らぎ。なこれなんかあれか、なんだっけ、ポケモンが安心できる。ああ、あれか、なんか技じゃない、懐きやすくするやつなのかな。じゃああれじゃん、仮方形に使ってあげなきゃいけないですね。チャッチャラチャーチャッチャッチャッチャ。あの裏でね、地下のポケモンをさ捕まえようと頑張ったんだけどさ、闇カラスにモンスターボール20個使ったのに捕まえることができなくて、その結果、手持ちのポケモン全部ボコボコにしばかれてゲームオーバーになるっていうのをやっちゃうっていうね。もう本当に なんか地下のポケモン超捕まえにくいんだけど、あれ弱らせ方が下手くそなのかな。いやでも全部普通にレッドにしてさ、たまたま麻痺になったから麻痺らせてさ、てか麻痺らせて麻痺になったって、なんか日本語になってない気むちゃくちゃだけどさ、そう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 、この辺とかなんかありそうだよね。これっぽっちもない。このおでもちゃん、石塚雲翔さんはあれだね、雲翔さんじゃ、それはそりゃそうじゃーの人ですからね、石塚雲翔さんね。もう亡くなって結構経つのかな、ね、怖いねーとかって言ってる人だもんね。ということで、ここまで来たはいいんだけど、ヨスガシティのジムリーダーもう戦えるのかな、それともあれかな、ちょっととりあえず試してみよう。行ってみていませんでしたとかってオチだったら、行けるはずだよね、行けるはずだよね。あれちょっと待って。ないない。あ、まだ無理。ボストレーナー、ここに来たジムリーダーから、本当にそれは無理なんだね。先に答えちゃうと、ジムリーダーがいないからだ。また来た。おー。ごめん、まだ行けなかったわ。ってことはやっぱりあれか。さっきあっちに行かなきゃいけないっていうオチですね。違う、間違えた。タウンマップで、そうそう、このコダックたちを助けなきゃいけないっていうオチだから、じゃあまずズイズイ行くか。ズイズイズックル橋四つ橋半、なんか四つ橋線の走っているなんか電車を三段跳びで越えることができるっていうインターハイチャンピオンも知ってるんだけど、18メートル飛べるってすごいよね。で次は何、トサキント、あ、トサキントね、はい、トサキンとか、じゃあもうトサキンとこの場で、あれだね、見せてあげましょうか。スマブラジャー。なんでスマブラジャーにしたんだって。全然覚えてないや。ダークボール、あ、これであれかな、地下のポケモン捕まえやすくなるのかな、わかんないけどさ。とりあえず、そうなんですよ。次のジムリーダーに備えて、やっぱりこいつらをね、やっていかない。あ、そういえばあれじゃん、俺、梅雨払い持ってないじゃん。霧払いをどこから手に入れなきゃいけなかったはずなんだ。霧払いって持ってたっけ、イバール、日本バレ、砂嵐、怪力、ローキック。あ、ない。どうしよう。ないとめんどくさいな。どっかで霧払いを覚えなきゃいけないはずなんだけど、どこで覚えるんだっけ、ズリー。ズリーでー、ズリズリしましょう。なんか左のあれだな、ピラの実なんだけど、ニンニクみたいな形してるな。ズリの実だけめちゃくちゃある。ピラ。パン、パカパカン。よいしょ。ピラ、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 ピラの日を小さいよ。これ以上は言えない。いやーの実をゲットして、いや、そして、いやー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 。いや、いや。娘にずっと、いや、いや、って言われるね。最近はなんかもう、いろいろと、あんまりね、公にして言うべきじゃないなっていうようなストレスを抱え続けている僕なので、ぜひ皆さんもね、コメントとグッドボタンとチャンネル登録で私を応援していただけると助かりますっていうところですね。でもなんか順調に来てたはずなんだけど、ここに来てなんだろう、霧払いを使うのはどこなんだろうな。誰に言ったらいいんだろう。秘伝のツール使って、わーかわいい、わーかわいい。めっちゃ俺を言いたそうにこっちをチラ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 見てくれる。何もなかった。で、これ多分チャンピオン来たよね。チャンピオン来たよね。あげたよー。その現場で分かってないです。君の願い、この守りをカンナギに。はいはいはい。もちろんカンナギ。はいはい、分かりました。これいい家にしてもどうせさ、そんな意地悪なこと言わないで早く渡してきなさいよって言ってね。ちょうどだから、はい。で、じゃあよろしく、またどこかで会いましょう。こんなにチャンピオン出回ってて大丈夫なのか。まあ、挑んでくるやつがいないからなんだろうけどな。あれ？ん？
ここあれ切り払いがいるんじゃなかったっけ？あったらいらないよ。まあいいや。じゃあカンナギタウンを目指して頑張っていきましょう。カンナギタウンにたどり着くところまでが今回のパーティーのミッションになるかもしれないですね。でここら辺に来そう、やっぱり潜んでたいね。なんか色が違う。3人衆ってことは他にも2人衆4人衆っているのかって、そういう衆じゃないんですけどね。ヒロマサ、さあヒロマサ俺と勝負だ。石つぶてぃ、チャッチャッチャー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 ポッピー。そんなあなたにサービスで効果抜群だ。ベッチ、普通にあれだな、回復しないで来たけど、まあ大したあれじゃないからいっか。じゃあそのまま戦いましょう。ちょっとでも経験値をあなたに、とか今思った、同じレベルだった、同じレベルと思ったらもうすでに2個レベル上がった。ベッシュ、尻尾で縛られるってやっぱあれなのかな、こうメスとオスだったらご褒美ですみたいなのかな。オスだったわ、ごめん、普通にオスだったわ。まあこのままいきましょう。ただ一個一個のね持ってる技の威力が高いからすごくありがたいですよねこいつね。うん、ただもうあと5個しかねえ、やべえ。おーにゃーちゃちゃーんじゃーん、さーて略で、まあ、669かもらったところで、それはまだ進化できませんわなっていうところですね。ちょっと待ってね、でも野生のポケモンが出てくると非常にめんどくさいので、さすがに虫除けスプレーを使おう。虫除けスプレー使って出てこなくなるって、なんかポケモンのことどう思ってんの。はい、2人目、3人衆の1人、あれだな、ナルト、サスケ、サクラが出てくる感じかな。これさ、忍者ごっこの女の子って出てくるのかな。ユウイチはナルトにいなかったな、さすがにな。ユウイチってなんかこう普通っぽい名前みたいなキャラはさ、さすがにポケモンじゃねえ、ナルトに出てきてないですもんね。毒アップはフェアリーに弱いこともないのか。まあ いや普通にじゃれつき、こうナイスゴー、待ってやばい、紫色に染まります。そう、欲望の塊、二頭筋。これちなみにぶち殺すことができた際には毒のダメージ食らわずに済むのかな。スカップでかくない、こいつがおならぷーって鼻血ビョーンまでもしたら、なんかものすごい激臭が周りにふえーってなりそうな気がするんですけど、あ、さすがに食らわなかったね、よかったよかった。ということで、おなら分鼻血ビョーンになってしまったから、回復薬でぶっ消しに、まあモモンの実があるからね。よし、ちゃ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 、すごい傷薬。あのポケモン前までその HP の回復力はこんなんでしたみたいなのあったけど、ちょっとずつそのステータスっていうか値が変更してってるよね。あ、あった、シルバースプレー、よし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 、ありがとう。こっちいけるね。あ、つかこれしかもあれじゃない、確かさ、なんかあの薬が切れちゃったみたいなアナウンスなくさ、勝手に薬が切れるんじゃなかったっけ。まだ、あ、正幸ってやついたな、そういえば。なんか中学校に野球をやってて高校でバスケ始めたみたいなやつだったかな。モデルかなんかになって、すごい、お金持ちっぽいことになった気がするんだけど。ということで、飛びます。ああ、びっくりした。一瞬何も起こらなかったから、技外したのかと思ったけど。驚きません、勝つまでは、落ちてこい！オッケー！ズバッとズバッとやっつけてやりましたぜ、ベイベイ。さあ次レベルアップしよう。スコルピ、毒虫じゃな、どっちだっけ、悪虫、毒虫か、今はまだ。で、進化すると毒悪になるんですよね。ほら、やっぱ効果抜群だもんね。でも今一つか。技のステータス的にやっぱ先にこっち使おうか。あ、ちょっと、べし。85って、うわー、残りやがった。とどめ針？何？何それ？とどめ刺されるとか。まあ、よかったよかったよかった。ぶち殺されることも。じゃあ、じゃれつきましょう。そんな意地悪な、鋭利なものを私に刺さないでよ、オスなんだから。おしまいです。そうか、攻撃力倍でもまだまだ、ほら、やっと攻撃力36だもん。これでやっと70を超えたっちゅうところですよ。あ、74か。あれ、攻撃力が2倍になるんだっけ？威力、あの、攻撃が2倍になるんだっけ？威力が2倍になるのか、攻撃が2倍なのか、どっちだったっけ、ちょっとわかんない。じゃあ、はい、使い切りましょう。しこっちの方に行くと、OK、あ、なんだ、効果が切れたらちゃんと出るっていう仕様になったね。
でもこの先に行ったらなんか切り払いを使わなきゃいけないポジションが出てきそうな気もするんだけど、気のせいか。あーやっぱそうだよね、そうだよね。ちょっとちょ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 そっか、あれじゃあどっかで、あ、違う、もう使わない、もう使わない。え、切り払い、切り払いを使いたいけど切り払いを使えるやつがいないんだよな。あなんだ今、君は驚いた。そうです、僕驚いてます。誰がいるのか分かんない。女の子だったら嬉しいけど、あーテンション下がるわ。あれ3人種から4人種に増えたか。やっぱりあれだね、息子ちゃんが可愛いからか、もっこり加減は全くないっていうところですよね。よし、じゃあこれ霧が、あ、霧入ってない、霧霧ってる、わかんない。とりあえずじゃあしばこう、とつき回すべし。オッケー、じゃじゃじゃーじゃじゃじゃー。オッケー、175か。スコルピーはじゃあ燃やそう。さっき言ったか、たまには頑張ってもらおう。どうしよっかな。ここは一旦カッティにして、切り払いをどこで手に入れるかっていうのをちょっと調べてからの方がいいかもしれないですね。じゃじゃー。で、スパイスアップのためにニトロチャージ。あっしゃー。まず一撃で殺せなかったんだ。貴様何をしている。命中率上がってるし、命中率120なのかな、120とかだったらさ、なんか一回当てた技をもう一回当ててあげましょうみたいな、そういうオチになるなったりとか。よし、まあ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 、まあ、結果的にね、何のダメージも食らうことなくちゃんと倒せればそれでいいんですよ、それでいいんですよ。よし、チャ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 、ズバッチ、まあいいや、このままやっちゃいましょう。やったた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 、戦うで、じゃあもうスナイス的には勝ってるはずだから、威力の高い技を使ってみましょう。燃えろオリアーキューオッケイ、チャ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 、156151、ちょっと強いのが出てきた。ゴルゴル、チャチャチャ、じゃあ、わあ、なんか背が高いですね、君。背が高いというか、まあ高さがあるというか、オッケー。ああ、半分、まあまあ、半分削れるね。そんな一撃で毒を食らうわけもないよね。よし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 。フラグかなと思ったけど、大丈夫だった。ということで、お前もやけどしろ、あっちっちのち。よし。Thank you so much! ちゃ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 ん。パーパパパパパパ。なんだよ、隙がなさすぎる。こういう。好きも好きだろう。で、よし、じゃあ、切り払いを見つけるまで一旦、勝つ。どうやらここだったみたいですね。はい。しかも入ったとこすぐにいるおっちゃんに話しかけたら、切り払いをいただけるということだったので、おっちゃんじゃないな。はい。ちゃっちゃっちゃっちゃー、パカパカパカピーということなので、まあ、せっかくだからね、サファリパークで、なんかポケモンを手に入れてから行きたいなと思います。はい。じゃあ、そんなシーンはね、もう以前やったことがあるので、一旦カットしましょう。帰ってきたウルトラマン。あー、進めない、進めない。ちょっと待って、ちょっと、結局ね、サファリパーク一通り、堪能いたしました。が、出てくるポケモン全部ね、もう捕まえてたやつだったというね、もう、ふざけんなよって、もう、ねあれ全然サファリじゃないじゃんと思いながらさ、なんかああいうところってさ、まあ今回これは出てこないけどさ、ケンタウロスとかさ、そういうのが出てきたりとかしてたじゃないですか、珍しいポケモン。全く出てる、野生のムクホーク。ぜひ出会ってみたいものなんですが、どうですかね。なんか裏いなかった今。あ、いないか。うわぁ、中二病がいるよ。中二病野郎がいるよ。タタタンパッ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 。そう。でね、結局何回か間違えてさ、A 連打してたらさ、ポケモン捕まえちゃった、じゃあポケモンボール、サファリボール投げちゃったんですけど、結局捕まえられたのがスコルピだけでさ、なんかさ、ムックルとかさ、スボビーとかさ、マリルとかに投げてさ、捕まんなかったら、それはそれでムカつくなと思って、お前らごときなぜ捕まられんだよって、キャー泣いちゃう。ねえ。
まあまあまあいいよ、この緑髪のね、あの巨乳のおっぱいちゃんがね、もう楽しんでいきますよ、本当に。さて、目的地たどり着けるかな。もうまあまあな時間遊んでるもんね。あと10分くらいでなんとかたどり着きたいところなんだけど、林亀は滝豊で頑張ります。あ、なんだ、滝豊のレベルがあれだね、あのモモピーに追いついてきたね。あ、ちょ、最終的にみんなにクイズ出そうか。なんかあの、僕がつけたポニータの名前は何だったでしょうとかってね。誰も興味がない。そこでぐる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 、よし。いやー、ギリ残る。マジか。ハッピーカッターか。うおー、しかもまあまあ食らうな。よし、ということでニトロチェージ。ニトロチャージってさ、まあ、威力はあの絶妙になんか強いとは言えないけどさ、やっぱ素早さが上がっていくっていうのがこう汎用性の高さがいいというかね、なんかそんな気がするよね。さあ、 OK。 そんな顔しないで、お口ポッカー開いてたらいろんなもの突っ込まれちゃいますよ。ということで、はい、なんかエリートトレーナー同士がなんか追いかけっこして、あ、何、先輩と後輩だったの、そういうことか。じゃ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 。 OK。 うわー、やっぱもう出てくるポケモンのレベルが高いですね。レベルというかあの素材がいいな、やっぱりな、なんだかんだな。いや、威嚇、威嚇さ、威嚇されてる。どうしようかな、これあえて一匹をぶち殺す。あ、でも一体だけか、一体だけならなんとかすっか。じゃあ、じゃれちゃいましょう。ブルーフォースの指示を待って、そうです、自信を待っててください。そうなんですよね、自信、自信なんだけど、とりあえずハッピーカッターか。でもギャラドスに自分に食らわないで、しかもお前に当たんないのかよ。いやー、ダメだね、全然ダメだね。やばい、これは非常にまずい。ぐーぬーん、じゃれつけ、いけ、攻撃力倍、倍キック、ぬりーの竹登りは絶対に俺だ、俺の方か。そうかそうかそうか、こうなると、こうなると、あー、飛び跳ねていた方が良かったのか。飛び跳ねたら多分こうなるから、飛び跳ねていただいて、で、とりあえずハッピーカッター、ハッピーカッターかな、ハッピーカッターで、あー、ちょー、あれやばい、あ、そっか、しまった、無理、死ぬ。なー、二頭筋ごめん、次は三頭筋を鍛えるようにいたしましょう。っていうことは滝登りで、こっちだね。あーは、どうしようかな。じゃあ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 、まあ一体だけだし、滝豊かで頑張ってもらおうか。はーい、竹です、竹が豊かです。じゃあ火炎車で、うん、ま、毎回その表情を出さなくても、あ、大丈夫ですよ。あー、しかもおめえが一番早いのか、ごちそうさまです。おー、しかも倒してくれた、ありがたいですね、いいですね、よし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 。あ、しかも1000もくれる。これあれなのかな、ポケモンが倒れてるとさ、そいつがもらうはずだった分の経験値ももらえたりとかっていう、そういう優しい仕様にはさすがにならないですよね。ならないですよ。後半の前で恥かいチッピー、白さより強いだなんて。しかも1万3000。マダムとミスターよりも、えぐい。で、ね、経験値を稼ぎたいところなんだけど、ちょっと、あの、二頭筋がやられているので、二頭筋がやられているところタイミングでちょっとやっちゃってあげるとかわいそうだから、極力ポケモンと出会わないようにして、とりあえずゴールまでたどり着いて、そうだな、裏でやっとくか。うん、裏で、いや、もういいっす、 OK。 裏でボコボコにしばき上げて、どうしよう、忍者ごっこは一旦無視して、ちょっとこれ、さすが格闘家、もう身体能力とあれだね、動体視力がめちゃくちゃいいでございますね。こっちまで近づいてくるその脚力と、そして私を見つける、動体視力が素晴らしい。そして視界もいいんだ、視界じゃねえや、視野じゃなくて視力もいいんだろうな。仕方ない、私が持てる最大空力、クーネ戦、どりゃ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 、どっちかというとあれだな、これあれ、クージャレツの方だな、うん、クージャソーと、トゥ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 ルトゥン、チャーパカピーピピピムキー、いいなー、その胸板俺も欲しい。頑張って鍛えてるんだけどね、いまいちこう、あいつさ永遠に俺の、おー、
子供もいたのかお前、俺はそいつに気づいていなかったです。やられた、ドッキリ大成功。やられた、くるねくるくるか。じゃあお前に対しては仕方がない、空邪草だな。いや、空邪術かな。危険予知、そうです、この技があなたの弱点、空邪術。ドフ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 、いいですね。そろそろこいつにもハードプラントを動かしてやらなきゃいけないか。ということで、レベルが30、全然くれないですね。ゴーバッドはゴーバッチ、いやーモモピーでもよかったな。まあいっか、こいつもちょっとしばらく戦ってなくて、肩がコリコリになってると思うからさ、暴れさせてあげましょうよ。スパークスパーク、精神力か。でもゴルバットズバットイコール精神力っていうのがどっから来たんだろうな。うん、やっぱどっちかっていうとその吸血系の技があるからさ、その技を使うと威力が2倍になるとか、回復力が2倍になるとか、そういうなんかねあったりするんじゃないかなとかって思ったりもしたけど、ということで思いがけず負けた。そういうこともあるだろう、ケーブル玉。ああ、これ確実に逃げられるってやつかな、確かな。ずっとこっちを見てるんだよな。あっち向かないかな。ちょっと待ってね。アルキニーヌじゃなくて、ドンパッチで行こうか。よし。覚悟せいや。ああ、別に霜降り明星のボケの方のことを言ったわけじゃないんですよ。普通にせいやはせいやでございます。セイントせいやでございます。そっち、リソラシー。パワーどこ行ったんだろうな。あと一つで。ほうほう。走ってる。そのどこまでも。あれも今お体をブリブリって食ったってことは、こいつあれだね、やる気満々だなということで、さあ行くか。ほうほうと夜のずくはノーマル飛行なのかな。だって格闘があれだよね、来たら、うん、どっちかっていうと、タカタッタタラタタ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 タ、間違えた、夜のずく、やっぱり夜のずく出てたね。ちょっと待ってです。席がオッケー、スパーク。あ、まだ見つけたことがなかったのか。オッケー。じゃーん。じゃじゃーん。じゃーん。オッケー、クリア。あー、いいね。うん。意外とナイスバディなんですよね。髪型がすごい。こっちを向いて。よし、じゃあ、ここまでたどり着いたんで、おばあちゃんと、ワンナイトラブを過ごすのは次回パートにしておきましょう。この人かな、長老。ねえねえ、長老、きなこ。ちょっと待って。いや、自分で自分の街をボコボコに言ってるぞ。まあいいや。はい。ということで、今回はですね、ちょっとあまり見せ場がなかったところで大変恐縮なんですけれども、コダックの、機嫌を取り戻したということで、勘弁していただけたらと思います。ということで、次回パートでまたお会いいたしましょう。お疲れ様でした。チャンネル登録もよろしく。バイバイ。